皆さん、こんにちは。お元気ですか？いつも動画を見ていただきまして、誠にありがとうございます。横綱の照ノ富士は大関から序二段にまで落ちながらも、どん底から横綱に昇進した唯一の力士です。誰にも負けない不屈の闘志を持ち、相撲協会にとっては、なくてはならない看板力士なのですが、照ノ富士がいつもつけているサイボーグのような、膝のサポーターはいつ見てもごっついですね。今回は照ノ富士のサポーターについて反則ではないのか、相撲協会は認めているのか、なぜこのようなサポーターをするようになったのか、メーカーや効果なども詳しく紹介していきますので、最後まで見てください。令和6年名古屋場所で横綱照ノ富士は念願だった10回目の幕内優勝を果たし、公言していた目標を達成しましたね。2場所ぶりに出場し、安定した取り組みで横綱の貫禄を見せてくれましたけど、その後の大相撲夏巡業は8月25日神奈川県横須賀市で開催されましたが、照ノ富士は膝の怪我を抱えているので横綱の土俵入りを披露しただけでしたが、報道陣の取材では、できる限りのことを尽くそうと思ってやってきた、糖尿病があって10キロ以上痩せていると語っており、糖尿病の不安を残していました。照ノ富士は何度も休場を繰り返していましたが、糖尿病や C 型肝炎など内臓疾患を抱えながらも、序二段から横綱昇進という奇跡の復活劇も見せてくれましたね。土俵に上がる時にはいつもゴッディサポーターをつけているのですが、調子が悪い時には両変形性膝関節症、ミニ膝骨挫傷という診断書を出して休場していました。2024年7月6日には名古屋市内の熱田神宮で照ノ富士は立ち持ちに熱海富士や翠富士を従えて横綱として奉納土俵入りを披露していました。名古屋場所出場に向けて照ノ富士は、良い成績を残せるよう最善を尽くす、できることを精一杯やっていくと心境を語りました。炎天下、約5000人の前で力強い不知火型を披露していました。この時にも両膝にはサポーターをしていましたね。そして名古屋場所では念願だった10回目の幕内優勝も果たしました。今後も気になるのはこの膝のサポーターですが、これをつけていないと膝が安定しないのでしょう。中身に何か入っているのというほど分厚くてごっついですね。照ノ富士の膝サポーターが気になる。照ノ富士が膝につけているサポーターですが、中には何が入ってるのか、大きくて出っ張りがあるのはバネみたいだし、メーカーや器具の効果や相撲協会には許可を得ているのか、反則ではないのかという点について紹介します。この写真のように照ノ富士のサポーターは出っ張っていますね。照ノ富士の膝サポーターにはバネが入ってる。不死身の力士と言われる照ノ富士はこれまでに膝の手術を3回も受けてきましたので、膝の具合が現在どうなのかは応援するファンにとっては気になるところなのですが、いつも照ノ富士が装着している膝のサポーターが特殊な形で、中にどんなものが入っているのか気になりますね。本場所の土俵では見れない膝のサポーターの中にはバネのような特殊な黒い器具が入っていて、稽古の時にはこのように黒いものが見ることができます。この特殊器具が照ノ富士の復活には欠かせないものだったのです。このような器具が入っていたのですね。照ノ富士のサポーターは網錦の紹介。照ノ富士が装着しているサポーターは同じ伊勢ヶ浜部屋の網錦、年寄り、安治川のサポーターとよく似ているので、同じ相撲部屋の伊勢ヶ浜部屋の兄弟子の網錦関の紹介なのでしょう。網錦関はこのように特殊なサポーターの効果を次のように大絶賛しています。アキレス腱を切った後も相撲を取れたのはこのおかげ、あれから怪我をしなくなった、出会っていなかったらまた怪我をしていたかもしれない、今回の怪我も MRI を取ってみたらサポーターのおかげで軽減していたみたいと高く評価しており、照ノ富士にも最適だったようです。網錦のサポーターは襟夫人の発案。網錦も膝の怪我で苦しんでいた時に奥さんの襟夫人がサポーターを作り変えてみればと発案したのです。これは網錦自身も気がつかなかったのでした。早稲田大学法学部出身で英語に堪能な襟夫人が、大柄のスポーツ選手が多いアメリカなら良いサポーターメーカーがあるはずと自力で探し出したのでした。それが日本シグマックス株式会社との出会いでした。2人で東京新宿の会社を訪れて相談し、事情を説明すると無償での支援を約束してくれたのですから、ラッキーでしたね。網錦は奥さんに助けられたんですね。結果として40歳まで現役を続けられたんです。
もちろん照ノ富士も大助かりでした。照ノ富士や安美錦の膝サポーターは反則。安美錦はアキレス腱を切った後でも相撲が取れたのはこのブレースのおかげだと大絶賛したのでした。アキレス腱を切った後も相撲を取れたのはこのおかげ。あれから怪我をしなくなった。出会っていなかったらまた怪我をしていたかもしれない。今回の怪我も MRI を取ってみたらサポーターのおかげで軽減していたみたいと大変気に入っており、安美錦の装着方法は最初にサポーターをしてブレースという特殊器具をつけてからまたサポーターをするというもので、日本相撲協会の使用許可も得ているものですので違反でもなく反則の心配もないのです。それに照ノ富士が出なくなれば横綱不在の本場所になってしまいますから、お客さんが激減してしまうことにもなりかねないです。少しでも長く現役を続けてもらうためにもサポーターの許可が出ているはずですし、安美錦の時にも相撲協会からは注意もなしでしたので問題はないでしょう。照ノ富士の膝サポーター器具ブレースの効果、日本シグマックスに特殊装具のブレースの効果について確認したところ、ブレースとは整形外科の治療で使用される着脱可能な装具のことです。基本的には肘や膝など関節が一方向にしか曲がらないよう、左右にぶれないよう患部の角度を固定し負担を軽減させる働きをします。サポーターより固定力が強く人体損傷がひどい場合やアメリカンフットボール等をしっかり固定することが必要な場合に用いられます。ということで膝を固定させて左右に揺れないように患部を安定させる効果があるのです。サポーターだけと比べてはるかに回復が早いでしょう。安美錦のサポーターがどのように照ノ富士に伝えられたのか想像できることは、照ノ富士は安美錦と同様に膝の怪我で苦しい経験をしていて米国製の特殊なサポーターの効果を実感しているので、照ノ富士が膝の怪我で困っていた時に安美錦から紹介してもらっていたのです。写真で見るこの黒い器具が一緒でよく似ていますので、安美錦は照ノ富士が膝の手術をして怪我と戦っていた時に使ってみないかと声をかけていたのですね。そうだとしたら頼りになる兄弟子のおかげで膝を守ってもらえているんですね。そして安美錦が引退する時には照ノ富士はこのように固く握手をしてお世話になりましたと感謝をしているのです。っていうか襟夫人のおかげですね。今後も照ノ富士はこのサポーターで出場し何歳まで現役を続行できるか見守っていきたいですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。あなたのコメントやいいねをいただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは失礼いたします。